はクリスマス、イエスが誕生した日。彼こそ私たちの王だ。数千年前のクリスマスのある夜、御子イエスが生まれました。私たちの罪をもって死ぬために、神は彼を人間の姿で天から使わせました。彼が代わりに十字架で生贄になったことで、私たちは永遠の命を持つことができます。イエスイエスよ、あなたこそダビデの子、私たちの救い主イエスよ。ゴーゴーゴー、サンタさんサンタさん、プレゼントちょうだい。でも本物のプレゼントくれるのはイエスだよ。僕も君たちにプレゼントあげることができるさ。自転車が欲しい。今日は僕の日だから君たちに何でもあげよう。毎日私の日だよ。私の天の王国を君たちにあげよう。素敵な家だってあげれるさ。みんなを私の翼の下で済ませよう。テレビもあげれるよ。みんなが知らない偉大なことを見せられるよ。素敵なソファーだってあげれるさ。私はみんなに体と心の癒しを与えることができる。食べ物も好きなものなんだってあげれる。でも私こそが命のパンだ。それじゃあ大きなプールはどうだい。私は神の御座から流れる川でみんなを泳がせることができる。どんなおもちゃだってあげれる。でも私だけが本物の喜びを与えることができる。僕は遠く北極からわざわざ来たんだよ。私は君たちのために叩かれ十字架にかけられて死んだ。好きなヒーローの服だってあげれるさ。神の鎧をみんなにあげることができる。でもみんなをディズニーに連れて行けるんだけど。みんな私を通して天国に行き永遠の命をもらうことができる。イエス選ぶよ。ごめんなさい、でもイエスが必要なの。サンタさん、ごめんね。でもこの子供たちのようにならなければ天の御国に入ることができないのです。僕がどんなに頑張ってもあなたが与えれるような本物の喜びを与えることができないって分かったよ。僕もあなたと一緒に行ってもいいかい。もちろん。イエスは素朴な場所で生まれ、奇跡を起こし、十字架にかけられて死んで、そして私たちを救うために蘇った。でもそれってどうやって起きたの。わからない。そうだね、それってどうやって起きたの。É difícil imaginar oír a los ángeles anunciar por los campos su nacimiento a hombres como nosotros. Más que una experiencia, debe haber sido el primero en oír las nuevas de que el Salvador nació y la esperanza llegó. Yeah.